でも今日の主や空はあれば私は応援したいだけ私はミュージカルは見るの専門でずっと好きで見てて、もちろんさんもそうですけど、あのゴージャスももちろんね、草刈さんもそうなんですけど、よもや自分が誘われると思ってなかったから、もうなんていうんですかね、晴天の霹靂と言いましょうか、あの岸谷さんからあのお誘い受けて、最初こうやんわり断って何回かそれね、あのちょっといいから一回話聞いて、いや話聞いたらもう飲まれちゃうから嫌だって言ってたんだけど、やっぱ失礼だからってちゃんとお話を聞いたら、見事に飲み込まれて最後うんって言ってたっていうので、もうお稽古の初日に立ち稽古があったんですけど、その時に見てていいよって言ったのに、嘘つき誰も見てないじゃないみたいな感じで、その時の塊をも含めて、私はなんせ仮猫だし、あのこうとりあえずなんていうんですかね、あの日本に連れてこられた E.T. みたいな、もう全てが未知との遭遇ピヨピヨピヨっていう感じですね。はい、あの記事的には小倉真希 E.T. って書いておいてください記事の心配しなくていいから皆さんプロでやってください、はい